具志堅姉妹のミュージックタイム。さあ始まりました、具志堅姉妹のミュージックタイムです。はい、始まりました。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。はい、所長お休みして申し訳ありませんでした。はい、ね、今日はまた1時間私たち具志堅姉妹と一緒にお届けしていきたいと思います。はい、今日は生放送ですよ。今日は生放送ですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のテーマはですね、はい、梅雨明けしたということで、はい、そうです。皆さんが体験した夏の思い出、そうですね、それから夏に向けてやりたいこと、はい、そして夏の対策とか、いろいろ夏をテーマにいろいろメッセージお待ちしております。お待ちしております。はい、はい、そうですね、こちらの FM ギノワンでは、ね、ユーストリームからも映像音声配信していますので、FM ギノワンのホームページから、ご覧になることができますので、よろしくお願いします。はい、またツイッターでのツイキャスもねやっていますので、よろしくお願いします。でまたメッセージもたくさん募集していますよ。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com までよろしくお願いします。お待ちしてますよ。お待ちしております。はい、そうですね、今日はね、そのさっきこの、ま、梅雨が明けて夏のお話とか、夏にまつわるお話ですね、はい、とか、ま、皆さんが毎年夏には絶対こんなことするよとか、そういうお話があればお聞きしたいなと思います。でね、はい、また明日はなんと父の日ですから、そうですね、ちょっとお父さんのお話などもね、ちょっと触れていきたいなと思います。父との関係とか、そうですね、まあ、こういうことがあったとか、うん、明日はこんなことするよとか、なんかありましたらねいろんなお話聞かせてください。ということで今日も1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速1曲目は、ちょっと天まで届く風という私たち具志堅ファミリーが歌う曲なんですけれども、夏を感じてもらいたいなということで、ぜひ聴いてみてください。では天まで届く風。
さあ聞いていただきました。はい、ありがとうございます。テーマで届く風でした。ありがとうございます。はい、 はいね、お久しぶりですね。すいません、本当にお休みばかりで、先週の土曜日はあっちだったんですよ。名護のカヌチャでイベントがありまして、はい、社員旅行でいらしていた方たちのちょっとね、はい、前で歌ってきたんですけど、すごかったね。いや、その日もすっごい大雨で、ね、外がねすごくて、梅雨真っ只中でしたね。そう、もうね、土砂降りの中名護まで行ってって感じだったんですけど、はい、ね、やっと一昨日梅雨明けたみたいで、これ後ろこんなに早く明けると思ってなくて、そうだね、なんか、つい 2,3 日前に大雨降り出したから、うわ、これ嫌な梅雨が来たな、これからか梅雨っていうような気持ちだったわけさ。そうですね、実際そうではなかったようで、その2日後ぐらいにもう梅雨が明けててね、昨日一昨日、なんかね、もうイエーイって感じもうテンションが上がりましたよ、もう。そうそう、しかもなんか今回梅雨っていう梅雨って感じしなかったよね、いつもよりは、でなんか結構晴れた日も多かったし、だからこれ本当に梅雨って思うことが多かったけど、でも降る時はもう超大雨で、びしょびしょ濡れたっすよ。あ、そう、先週、あ、今週かな、月曜日、学校行って、で月曜日とか火曜日とかもさ、一番学校人が多いんですよ。で車止めれなくて、一番遠い第三駐車場があるんですけど、そこに止めたら、その駐車場から学校の、校舎まで歩いても約10分ぐらいかかるんですけど、もうその間でもう超大雨で、でも車から出ないと授業に間に合わないってことで出たんだけど、出た瞬間大雨でもう最悪だった。本当にあの時は一応傘持ってるけど濡れな、見ないよね、もう全然見なかった。髪の毛も濡れたし、もうズボンとかも超びしょびしょで、全身びしょ濡れだったね。本当にすごかったよね。その次の日もだったんだけど、ちょっと怖いなと思ったけど、着替え持っておけばよかったと思ってさ、よかったさ。で一応やっぱり着替えが必要だなとかも、やっぱ梅雨って大変だから、ね、ちょっとサンダルで行こうとかいろいろ考えたけど、2日後に梅雨が明けるっていう、だからよね、そうそうそう、あっという間だったね。でもまあこれから夏ってことで、やっぱやりたいこととか、気をつけたいこととか、ね、ありますよね、皆さんの夏の思い出とか聞きたいなと思いますのでそうですね、ちょっとメッセージ楽しみにしてますよ、いろんな夏のお話したいなと思います。はい、でまあ早速なんですけど、はい、ほさなの夏の話していい？どうぞ。夏さ、やっぱ高校生の時って野球応援行くじゃん。はいはいはい、でさ、行ったわけ。高2だったかな？高2の時に友達と野球応援行こうって言って、夏の大会も本当に今の時期、もうこんなに綺麗に晴れて、もうこんな炎天下の中で試合をするって、野球選手たちもすごいなと思うけど、見てるこっちは逆になんかもう座ってるだけだし、なんか私服だし、もう超暑いわけ、でもうそれでも汗もかくし、で、その時の服装が半袖に、なんていうの、レギンス、七分丈ぐらいのレギンス履いてて、はい、でもう超太陽の下さ、お家に帰って着替えた時にもう綺麗にレギンスの跡がついてるわけで、しかもさ、普通ってなんか足首らへんが焼けるさね、あ、違うか、てか足全体的に焼けるさ、でもなんかこの足首のところ、この七分丈で隠れてないところが焼けてたから、いや、バランス悪いなこれと思って、それで1週間後ぐらいが夏休みだったから、夏休みにお家のお庭に、なんか床になんかシート敷いて、もうちゃんと太陽が当たるところによ、でシートを敷いて、でこの七分丈で焼けたところを靴下で隠して、膝のところを焼くっていうのを夏にやりましたそう、バランスが悪すぎて、でもちょっとこれは焼こうと思って、それ経験したことがなくて、みんなさ、半袖とか入ってたら半袖の跡綺麗につくじゃない、焼け方ね、なんでか分からんけど、シオン全体的に黒くなるんだよね。そういう人いるかな、おかしいんじゃない、なんかもう染み込んでってるのかもしれない怖いよ、もう全然なんか焼けてるのはわかるよ、で黒くなってるんだけど、もう全体的に黒いから、なんでシオンはサンセドの跡がつかないんだろうっていつも思ってるんだよね。いや怖いですよ。でもね、ホサナはそんな焼けることを気にしなかったわけ、で気にしなくて今までやってきたけど、
なんか最近ちょっとやばいと思って大学生になったし、うん、ちょっとこのまま焼け続けるのもちょっとダメだなと思ってね、うん、ちょっと焼けたらシミができるとかね、シミシワの原因になるとか言うじゃん、うん、だからちょっと気をつけようと思って最近日焼け止めとか塗るんだけども意味なくてない、確かに、そう、ただ日焼け止めの匂いするだけ。ねえ、なんか最近本当になんかもう葛藤しててさ、とっても泳ぎたいわけそこかよ、本当泳ぎたいわけ。もう水着もさ、ずっとサイト見てさ、この水着欲しいなって思いながら見ながら、うん、いやでも今年焼けたらウェディングドレス着れないな。あ、そうだね。でも海には行きたいわけさ。でも夏の楽しみってやっぱ海だから、うん、私たち夫婦にとっては、まあなんとか焼けない方法はあるんじゃない、あるかな。でも本当に全身日焼けの塗りたくって、もう最悪長袖でプールに入るとか。あ、プール、海とか海やめてプール行く、室内プール。いや海でもいいんだよ、室内プール全然夏じゃん、ないんじゃん。もうねなんか今最近すごい葛藤中、はいね、どうですか。でもなんか本当に、うん、海行ってる方とかって結構焼けてると思いきや、うん、焼けてない方多いじゃないですか。そう、すごいなと思う、うん、沖縄の人は焼けるさ。あ、もう、ね、やっぱあの、ね、本土から来られた方とかも万全なんじゃない、ね、女性の方とかも真っ白、何その透き通る白い肌みたいな素晴らしいですよ。憧れるよ ね、 ね、憧れますよ。開き直ってって感じだけど、でもまあ、はい、皆さんの対策方法とか、ね、はいね、まあここでちょっとメッセージ紹介したいと思いますが、はい、具志堅姉妹のミュージックタイム様、はい、さあ夏本番ですね。夏といえば T シャツ、自分の具志堅ファミリーさんの T シャツコレクションは3枚です。お、1、ホワイトの具志堅ファミリーさんのホームページで販売中のもの、はい、2、ブルーのライブカフェ具志堅の開業記念バージョン、はい、3、ブラックのいろいろと思い出深い大阪限定品です、はい、笑、はい、ぜひぜひ追加したいのが具志堅ファミリーさんホームページで販売中の色違いでブラックバージョンです。年末ライブで具志堅ファミリーさんが着ていてめっちゃかっこよかったな。販売を検討してください、よろしくお願いします。ラジオネーム毎度犬井商店からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ホワイトの私たちがデザインした具志堅ファミリーの T シャツがあります、はい、であのフェイスブックでも流してもらってて、本当ね、ありがとうございます、はい、でまあ、あれはねちょっと私たちの CD のデザインをちょっと参考にして作ったものなんですけど、うん、黒がいいっていう方が多いのでね、ちょっと検討したいと思うんですけど、次は黒かな。そうだね、次は黒か、もしくはまたデザインを変えて販売するか。で、私はそのブルーのライブカフェ具志堅開業記念バージョンが好きですね。 あ、 そうなんだ。あれ結構いいサイズだし、履きやすいし質いいよね。質いい、そう、すごいいい質で作ってくれてたので、はい、大阪バージョンも面白いですよ。後ろにでかく名前が4人分書いてるから面白いですよ。思い出深いです ね、 ね、確かに思い出深いです。でもコレクションをね、はい、増やしてて夏ね、やっぱ T シャツ着ますからね。そう、これをね、うん、夏の洋服に、うん、ぜひいかがですかみたいな感じで、確かに、ね、はい、ね、そういう感じで思いますありがとうございます、はい、嬉しい夏のお話です ね、 そうですね。さあ続いて紹介したいと思います。京都府ウコンさんからいただきました。ハイサイ、しおんちゃん、ほさなちゃん、毎度おおきに、久しぶりの放送楽しみにしてましたよ。沖縄は梅雨が明けて夏本番、いいなって話をしてる場合じゃないね。双子ちゃんついに生まれたね、めっちゃ可愛いじゃないですか、おめでとうございます。てっちゃん、むっちゃんはおじいおばあだね。しおんちゃん、ほさなちゃんはおばあさんいつか3世代の具志堅ファミリーが見られる日を楽しみにしています。本当におめでとうございますとコメントいただきました。はい、ありがとうございます。そうなんです、私事なんですけれどもね、はい、我々具志堅ファミリーの次女のみふみがね、はい、おととい3日前、4日前、15日ですね、15日にね、双子ちゃんを無事出産しまして、そうなんですよ。だから去年の年末ライブも、はい、いつもだったら家族8人で集合してライブするんですけど、うん、ちょっとお姉ちゃんがね、うん、赤ちゃんがいるっていうことで、ちょっとお姉ちゃんは沖縄でお留守番して、うん、懐かしいね、やっと生まれましたね。そう、やっぱ双子ちゃんだから、うん、体もすごい、うん、大きかったね、身長にね
扱わないといけなかった時期だったし、なんかやっぱお姉ちゃんにしても初めての子供だし、私たちからしてもね、初めての具志堅家の孫じゃないですか。だからもうみんな楽しみにしてて、だけどやっぱ生まれるまではね、すごい心配が多かったけど、本当に無事に出産して、よかったね。だからやっぱりすごいなと思った。こんなもんなのかな、まだ実感が湧かないんだよね。湧かないね、まだ。何かな、あれ多分私たちまだ触ってないんですよ。触ってないね、触れてなくて、うん、あの窓越しで見てるだけなんだけど、このね、みゆみの言ってる病院のスタイルなんだと思うんだけど、あの退院するまでは預かってくれる病院だから、うん、触れなくて、まあね、子供たちの健康第一ですから、私たちがウイルス移すわけにはいかないって我慢はしてるんだけど、ね、うん、やっぱいつ触れるんだろうと思って、ね、またそれも楽しみだから、ね、そう、またこれがね、可愛いわけよ。で、なんかあのすごい、あの赤ちゃんってなんかたまに嫌そうな顔するさ。あ、するね。あの顔が写真に収まってるからさ、めっちゃウケて眉間にしわ寄せて、ね、そうね、何を考えてるんでしょう ね、 かわいいよね。だから私たちの今年の夏はきっと賑やかになるんじゃないかな、なるんじゃないかな。ちょっとでも赤ちゃんもちっちゃいから、ね、ちょっと怪我させないようにね、気をつけないといけない ね、 ちょっとまあでも立派に育ったよね。ね、私たちも協力してお世話していきたいなって思いますね。ちょっとこれからが楽しみです。おじさんおばさんバカネタが出てくるんじゃないかなって。出てくるはずよ、いっぱい覚悟してくださいね。本当ですよ。はい、ありがとうございます。では紹介します。はい、よー、久しぶり、レッドシューズのヨシです。梅雨明けしたね。今日の神奈川も夏みたいで33度もあるんだぜ。待ちに待った夏じゃない、はいはい、今年も塩補佐はシュノーケリングとダイビングかな。俺は毎年宮古島に行ってるので今年も行きたいと思っています。宮古島のマンゴーかき氷は最高だよ。来月の横浜ライブで会いましょう、ということです。はい、暑いね、神奈川暑い。一緒に 33.5 度の、あの写真も一緒に送られてきてますね。面白い。いや、暑いよ。ちなみに沖縄は、沖縄は今日最高気温が30、うん、沖縄は今日30度じゃない、最高30じゃないって。あ、待ってよ、携帯の温度だと、はい、体感温度は49度。え、体感温度じゃないよ、体感温度って書いてあるよ。で、最高気温は32度、夜は快晴で、あ、変わった、今見てたら変わったん、まあ32度ぐらい、はい、そう、今日は最高気温が32度で、はい、最低でも26。いや、26絶対嘘、暑いもんいやでも、あ、ね、あの確かに 体感気温49度はやばいよね。でも iPhone が壊れてたのかもしれないけど、うん、外はもう本当に綺麗に晴れてますよ。カンカンデレですね。もう今日は絶対ね、海日和だと思います。海日和だ ね、 ね、まだ6月入って少し経ってって感じだけど、眩しいぐらいいい天気で眠くなる。正直眠くならない、こういう天気。あのさ、こういう天気の時に、うん、お家でクーラーつけて涼しい部屋で昼寝するのが超気持ちいい。こういう時はあれなんだよ、うん、海に行って、あのビーチのパラソルの下で海の風感じて、まあ、波の音と一緒に寝ると最高だよ。最高だね。最高最高だよ。この暑さだけど、やっぱ日陰に入ると全然風通って涼しいじゃない。確かにそうですね、そうですね、影は涼しいですよ。でもね車が私黒色だから、うん、やっぱ関係あるんですかね。暑い、もう超暑い。友達も言ってたけど、で友達がさ、うん、ま、あのかっこよく言うとシャンパンゴールドの色した車乗ってるんだけど、かっこいいねもう全然違う。だからあのもう車に熱がたまるから、うん、あのもう車を運転したくない、本当に。あ、そうなんだ。だから日陰に止めたいけど、あの学校の駐車場とかってね、ないさ、日陰のところとか、ね、もうダメ。乗るとき怖いよね。乗るとき怖いし、しかもなんかクーラーのところも熱帯びてるから、もう暑くてたまらない、もうこの時期はい、まあそんな感じでね、ちょっと夏はそういうのがあるんですけれども、うん、今年はね、海にたくさん行きたいなと思います、はい、皆さんは何をやりたいのかな、ね、でもヨシさんが、うん、あのダイビングとシュノーケリングかなって言ってたけど当たってるかね。そうですね、なんか当たってると思う、ね、ダイビングしたいな。そうだ、海の楽しみとかやっぱりね、これからいろんなこと増えていくから楽しみたいなと思います、うん、はい、はい、では紹介します、シオン補佐内、久しぶり、チュッ、
エコザイルダハズよダハズよって違うんかな、なんであれしてる今日は夏にしてみたいことね、はい、はい、8ヶ月近く冬眠してたバイクを先月丸1日かけて直してから起こしてあげたから北部にツーリングに行きたいさ、うん、あいいね、自分のバイクの写メ送るね、バイクだけでは寂しいから FM ギノワンレーシングキャンペーンがあるかっこ笑いと一緒に写ってるの送るささてシオンは人妻だから細菜から仕事頑張ってのチューもらおうね、じゃあ後からやってエコサイルさんありがとうございます。でも写真もありがとうございます。そうですね、ちゃんと載ってますよ、あの早見さんとまよちゃんの確かにキャンペーンガールです。おかっこいいですね、青だよ青、大きいバイクです ね、 ね、あのバイクさ、うん、いいよね、いいけど怖い、まだ、うん、そんななんかね一人でバイク乗ったことないじゃん、うん、っていうかあのまずバイクに乗ったことがない、そう、まず車 の、 あの免許取るときに原付講習みたいな感じ、うん、原付には普通に乗ったことあるんですけど、あれ以来、あーもう全然バイクに乗りたいと思わなかったからちょっとまだ怖いけど、いやこの時期のバイク気持ちいいんじゃないね、ーでもね風がね、うん、いいかもしれない、暑いけど、でも、うん、バイクはやっぱり冬は寒いっていうから、うんうんうん、ねーだから倍の体感じゃん温度が、うん、風浴びたら、だからちょっと夏はいいんじゃないですかね、え、ね、エコザイルさんこの間もあのプリンありがとうございますでも、はい、いいねツーリングも ね、そういう趣味があると楽しいと思いますよ、うん、いいと思います。ということでなんか曲流しましょうか。はいお願いします。なんで考えてるのあのね何流そうかな。はい、まあ一応明日は父の日なのでちょっとこの後父の日の話もしたいなと思うんですけど、はい、なんかストーリーありますかね皆さん。父のエピソードね、父のエピソードは、はい、またちょっと曲の後に話そっか、うん、ちょっと流したい曲がそのまま BGM で流れてきたのでいいタイミングでは、この曲聴いてください。真面目な歌こんにちは、ありがとうございます。父の日ね。機材これですか？コードがいっぱいありますよね、くっついてるのが。髪の毛増えてるんじゃん、うん、2日も経てばこれ肩出しって受ける母さんがでしょ見たい、今Wi-Fiいないから見れない、見せてなんか写真撮ってる、あ、いいえな肩出しって、うん、可愛いね、目ちっちゃね、え、目ちっちゃいよね、これ男の子でしょ、絶対わかる、これ絶対男の子だよ、うん、男の子ってほら、これが女の子さ、ほら当たってるよ、ゆあちゃん、女の子はなんか優しい顔してる、ポケーっとしてる、うん、なんか集合写真撮ってるし、ねえクリスのお母さんもみんなでさ、みゆみんち行ってから出産はしようっつって来月の最初になるぐらい、よくない、なんかもうパンパスが買って待っててくれてる、お祝いあげるが、ミルク飲んだ後、これ絶対よ、あミルク飲んだよ、ほら男の子さ当たってたよかった、ミルク飲んだよ飲みたくさ、うん、超可愛かった、うん、あ女の子だね、凛々しかったちっちゃい、本当に昨日さ、クリスの先輩の子供1ヶ月だったわけ、うん、それで赤ちゃんお家に来てたわけさ、同級生か、みひみと、うん、同級生、先月生まれたばっかり、でしょ1ヶ月でこの大きさ、よくない、こっち見て左に進んだら、あの人
に肉が溜まってた。かわいい。表紙、眉間にしてるけど、ちょっと待って。あゆみさん、わからない？わかるよ。うん、だから子供が1ヶ月って書いてあった。こんにちは。屋台村の話もしないと。次の日忘れてたって。だからよ。明日ですよ。まだ間に合う。まだ間に合うよ。今日何今検索しようとしたっけ。次の日ランキング。あ、いいね。次の日お土産プレゼントランキング。ね、あのライブ情報、CM2 つしかない？こんにちは、具志堅姉妹のミュージックタイム、今日も生放送でお送りしています。はい、ありがとうございます。はい、ということでいよいよ明日は父の日ということでね、はい、はい、あのショッピングセンターなどに行ったらあのいっぱい父の日ですよ、うん、父の日ギフトどうですかみたいな、ねね、広告いっぱいありますけど、皆さんは父の日に何あげますか？何あげますかね。あの私たちは、うん、あのいつもお父さんなんか、まあ、ファッションでもないし、うんうん、おしゃれとかでもあんまり多分ね自分で分かんないからそれでもないし、うん、お父さん何が好きかなって考えた時にたどり着くのがやっぱりスイカそうだからスイカがお父さんやっぱりやっぱね、しかもこの時期ね、まあ、こんな感じで晴れたらすごい暑いじゃないですか。やっぱ夏だし、お父さんねいつも食べてるのスイカ、スイカとパイナップル。うちのお父さん選びやすいよね、そう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 、あの好きなものが沖縄そば、スイカ、フルーツ、うん、まあ、そういうシンプルなものが好きだから、そうそうそう、だからね、うん、あのまあやっぱビールも好きだから、ね、お酒とかもねあげたり喜ぶなと思って。去年はねお兄ちゃんからのお蕎麦セットもらってましたよ。私の元とかさスーパーに売ってる普通のものをめっちゃいっぱい詰めてね、それをギフトとしてあげてて面白いと思う。でもとっても喜んでたね。皆さんのお父様は
どういう感じの人で悩んでる人とかいるのかな、ね、どうですかね。今年もね、我々あの母の日同様具志堅ファミリーの、 あの兄弟6人で LINE グループ作って会議して、お父さんには何をあげようかって家族兄弟会議をして決まったのが靴ですね、はい、靴ですね、はい、靴をあげることになりました。まだ買ってないけどねそうですね、はい、母の日は何だったっけ、あの肩こりマッサージ機をあの、ね、6人からプレゼントして、また今月はお父さんに6人から靴のプレゼントをしようと思っています。そうですね、はい。で、何でしたっけ、その、スイカをあげた時にね、うん、ちゃんとあのリボンで結んでからやったじゃん。さっき言った言ったで、でもその時、その時でもその足の膝を怪我してたの、うん、で、それでシオンとこの、まあ、最近出産したお姉ちゃんが、うん、近くのスーパーに行って、お父さんにこのプレゼント買いに行くけど一緒に行くって言われた時に、足が痛すぎてそれどころじゃないってずっと車にいたの覚えてます。で、足の手術したんですよ。手術っていうか、なんかなんか怪我の跡が残ってて、傷跡を治すために、そうそうそう、傷跡を治すためにちょっとやったんですけど、もうそれがなんか一回手術したところがまた同じところ怪我してっていうのあったから、その時はちょっと本当に、でも父の日でスイカをあげるっていうことが細菜でも衝撃的だったから、面白すぎてずっと覚えてるね。面白いよね。そうだかららしいなと思って、うん、本当よね。はい、だからね、今年もお父さんが喜んでくれるといいなと思っています。ね、やっぱりね、お父さん、やっぱ私たちの兄弟たちみんな内地に住んでたりするから、うん、やっぱ会えないじゃん、うん、だけど会えないけど、まあそんな感じでプレゼントするってなんか、うん、なんかいいなと思うしね。そういう話がみんなでできてるのもすごい楽しいし、今まではやっぱりみんなね、そうそうそう、学生だったり、うん、子供だったりして、そうですよね、なかなか父の日をちゃんとやってあげたことがなかったけど、やっぱこの年になってね、うん、みんなで会議してお父さんに今何が欲しいかとか考えてやってるからああこういう風になっていくんだなって、はい、思ってる、ね、そうだね、まあこれからも楽しみだね。ということで、ちょっと調べてみました。お、父の日のギフトランキング、ちょっとね、エフェクト入れてやってみる。ちょっと大まかに説明したいと思いますどうぞ。なんか結構ざっくりで書かれてるからね。なるほど、はい、ではでは何からいく、第1位と第5位どっちがいい。第5位から、5位からいく、はい、ちなみのプレゼントに人気なランキングってこと？ランキングです、はい、これはもう年代別でもなくても総合的ランキング。なるほど、はい、はい、ではではいきますよ。第5位、似顔絵。似顔絵、似顔絵だそうですよ、うん、今ね、いろんなところで似顔絵描いてくれるところあるさ。あ、今ね、あ、そっちの似顔絵。そうそうそう、似顔絵で自分で描くとかじゃなくて描いてもらう。そう、描いてもらって、 あれじゃん、はいはいはい、この間とか何年前かに大阪行った時にも、その似顔絵の通天閣の下でね、そう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 、専門の方がいますよね、はいはい、でその方たちに似顔絵を描いてもらったりとか、うん、で結構ねこれをやってる人多いんですよ。多いね、うん、なその辺で座って描いてくれる人もいるしね。そうそうそう、多分三浜とかにいたらいるんじゃないかな。そうだ、そういう似顔絵とかもすごい喜ばれるみたいです。なるほどね、はい、挑戦してみてください。ではでは第4位、ファッション、小物類だそうです。あ、まあ、例えばそう洋服、シャツとか、まあ、お父さんってお仕事するから、うん、まあ、スーツのシャツとかネクタイとかですね、うん、はいはいはい、であとは、まあ、このなんて言うんですか、靴とか、はいはい、そんな感じのファッション、身につけるものですね。で第3位は手作りのもの。あ、今のが第4位、あ、OK、ファッションが第4位で、3位が手作りのもの、うん、はい、手作りのものって言ったらお菓子とかかな。まあ、女の子がお父さんにあげる手作りのものって言ったらやっぱりそういうものになるよね、うん、お菓子とかケーキとか、そんなの喜ばれるんだね、うん、いいね、やっぱお父さんいいねはい、では第2位、直筆のメッセージや手紙だそうです。嬉しいよね、嬉しい、これは嬉しいですよ。嬉しい、私たちも嬉しいですね。まあ、やっぱり
言葉で言うのと、うん、まあ、普段の生活では伝えきれないことをちゃんと自分のね文字にして伝えるって本当に大事なことだと思うんですよ。恥ずかしいけど、そうそうそう、ずっと残るからね、いいよね。ねえ、そうだよね。でなんかやっぱね、あの父の日に限らず誕生日とかでも、うん、実際自分がもらった時って嬉しいさ。超嬉しいよね。サナもあの今年の誕生日の時に友達がね、うん、アルバム作ってくれて、最後のページにこの友達も何十人ってそんな多くなかったけど、うん、もういっぱいの友達がメッセージ書いてくれて、うん、もうそれがねもうとっても嬉しくて、読み切れなかった、読み切れなかった、そう、読み切れなくてもう何書いてんのこの子みたいな。あ、ね、本当に嬉しかったし、もうもらった時にやばい今泣くから後で読むって感じよね。そんな感じだった本当に。でお家で一人で読んでちょっとめっちゃ感動するみたいな。でね、そういう時間もねいい時間ですよね。はい、ということで第1位、ダーラン、てれん、いきますよ。これはですね、お酒。お酒？お酒です。まさかの1位がお酒ですか？はい、お酒ですよ。まあ、ビール、焼酎、ウイスキーとかワインとかね。やっぱ男性はアルコール好きなんですね。やっぱお父さんってなんていうの、なんか飲んでるイメージあるよね。確かに。お家で一人でテレビ見ながら。そうそうそう。とか、まあそんな感じなんじゃないかな。ねえ、なんか今いろんなお酒があるし、しかもなんかちょっとあの専門店とかに行くと、このお酒の瓶に名前彫ってくれたり、お父さんありがとう彫ってくれたりするところもあるじゃないですか。 ありますよね。ちょっと特別なあなただけのお酒とかもね、いいんじゃないですか。そう、まあそれをねまたちょっと置いて、うん、ちょっと古酒にするとか。なるほど。そんなのもあるんじゃないですか。もう飽きられないはずよ。飽きられないから。そうね。あ、すごいいいですよね。だからまあちょっとあのまだ1日ありますから、準備してない、うん、方もいらっしゃると言ってたので、ちょっとこれを参考にしてね。うん、でも皆さんの父の日ってさ、うん、どういうことしてるのかな。やっぱディナーに行ったりとかランチに行ったりとかしてるのかな。どうですかね。普通に、はい、父の日おめでとう、はいどうぞって感じなのか、やっぱ誕生日とかだったらやっぱみんな集めてケーキ置いて歌ってっていうのがパターンじゃん、うん、皆さんの父の日はなんか一風変わった父の日とかもあるのかな。あるのかな。そういう話も聞きたいね。聞きたいね。私たちはそんな、なんて言うんですか、かしこまったことはね、しない苦手だからね。はね、恥ずかしいし、だからちょっと形に、ね、してプレゼントにして、うん、あ、はい、おめでとうみたいな感じで渡すのが、ね、言葉では言えないので、そうそうそう、気持ちだけどうぞ、ね、みたいな感じでね。そうそうそう、母の日とかさ、忙しかったからさ、あの日車で待ち合わせをしてて、そのまま車降りてすぐ、あ、これみんなから、はいって言って、え、ありがとう、パッて開けて、あ、ありがとうみたいな感じ、じゃあバイバイみたいな。今別々に住んでるからさ、なんかでもゆっくりしてあげた方が良かったのかなと思いながらもね、そういうあっさりした母の日だったけど、まあ、父の日はどうなるのかな、まあ、でもなんか、でもなんていうの、父の日とか母の日ってやっぱりそういうディナーとか行ったら、みんな父の日じゃん、うんうんうん、みんな行くじゃん。確かに。でそれ同じ考えだったらやっぱりあの、はいはいはい、お店も混むし、うん、まあ、お祝い別に自分だけじゃないってなるじゃん、うんうんうん、だからやっぱり、まあ、自分たちでそういうちゃんと感謝の気持ちを伝えれれば、うん、それでいいと思うんだよね。確かに。だからあの誕生日とかやっぱ自分だけの日ってあるじゃん、うん、そういうのはもっと大切にねした方がいいのかなと思うし、うん、ちょっとあの、あ、でもね、お父さんね、お蕎麦しか好きじゃないから、蕎麦しか好きじゃないっていうのもおかしいけど、蕎麦じゃん、ね、なんかね、おしゃれなディナーっていう柄じゃないんだよね。柄じゃないね。なんかすごいぎこちなくなっちゃうからね。そうそうそう。だからちょっとあのね、庶民的なっていうか、もうね、近くのお蕎麦屋さんとかでちょっ と, 食べるのとかもいいかもしれない。あ、いいね。来年は蕎麦連れていく。ありじゃない。昼ぐらいに。それかなんかちょっとあの蕎麦グルメのなんか本とか、なんかチケットとかあったらいいよね。お父さんさ、車の中にそばの本置いてて、うん、ひたすら見ててさ、うん、あ、こっちのそば行きたい、ここ行こう、こっち行きたい、あの、あったよね、本当にあの元部でライブがあったりとかしたら、元部の本当に2時間ぐらい早く出て、うん、元部のそば屋さんに行って食べて会場に行くみたいなのが、ね、本当にいつもの日課、楽しみなんでしょう ね、それがね。でも本当におそばってそれぞれのお店に美味しい味があるからすごいなと思う。だからお父さんいつもそばしか食べないけど、実際私たちも楽しんでたから、あ、ここのそば美味しいねとか、あ、やっぱあっちよりはこっちがいいんじゃないとかあるし、やっぱりあるよね、出てくるんだよね。結構味覚も私たちいい線いってると思うんだよね。そばだけはね、そばはね、そばはね、すごい、そば以外はよくわかんないけど、そうそうそうね、そんな感じですよ。はい、ということでね、まあ、はい、エコザイル様、お酒はシマとポン酢に、あ、ポン酒、ポン酒、ポン酒、日本酒、日本酒のことか。
日本酒に限るということで。おー、うーん、島ね、一応私も二十歳になったから、うん、一応お酒は飲めるんですけど、うん、まだ全然飲んでないですよ。うーん、そうね、美味しいお酒とか教えてください、うん、あれ何そんな声ちっちゃいあれ、あれダメ、まだ飲んだらダメダメよみんなが厳しい目で見てるからさお酒は別に、でもお酒ってね、 その場で楽しむものじゃないですか。そうですよね、はい、まあ、ね、みんなと一緒にね、そうそうそう、ご歓談ね、はい、はい、まあそんなこんなですけれども、まあ実は今日この後ね、はい、那覇の屋台村で私たち演奏があるんですよね。そうなんです、夜7時から歌っていますよ、はい、うん、屋台村が、はい、1周年記念ということで、今日はいろんなアーティストさんを呼んで、はい、ちょっとお祝い の,、ね、お祝いのイベントね、盛り上がってますよ、そういう感じなので、うん、私たちもね、ちょっとこれ終わったらすぐ那覇に行ってきますよ。だから皆さんもぜひ来てください。良ければどうぞ、ね、一応7時からってことなんですけど、うん、まあ、7時ってまだまだ明るいから、うん、ね、なんか逆にいいんじゃないかなと思って、ちょっと夕暮れ時を屋台村で過ごすなんてのはどうですかね、いいんじゃないですか、はい、はい、そんな感じでちょっとライブの宣伝しようか。はい、それではここで紹介しましょうね。今月は6月23日木曜日、沖縄では慰霊の日なんですけれども、1時半からイオンモール沖縄ライカムで具志堅ファミリーのステージがございます。6月23日木曜日の祝日ですね、はい、でそして7月はですね、あちこち行ってきます。7月15日金曜日、横浜くんくんシーラ屋の上大岡にあるくんくんシーラ屋というお店でライブ7時半から開始いたします。で翌日の7月16日土曜日は新潟小出スキー場具志堅ファミリーライブイン、なんて読むのこれ、魚に沼って書いてなんて読むのやばいやばいやばい、新潟でってことで、新潟の小出スキー場で6時から歌ってます、はい、でそして7月18日月曜日は東京の小玉南小岩でライブがあります。はい、そして7月23日これは沖縄ですね、土曜日運那祭り、女さんで運那祭りというのに、午後4時20分から出演ということで、お祭りですね。はい、で7月27日水曜日は神戸二来家内というライブで、ライブ沖縄料理店でライブを行います。そして7月28日木曜日、大阪の難波グランド花月 NGK で沖縄新喜劇ツアーのゲストとして出演します。そして翌日、29日の金曜日は東京のハイビスカス、王子にありますハイビスカスという沖縄料理店でライブを行います。そして30日土曜日は東京ルミネ座吉本、そして31日も同じくルミネ座吉本で沖縄新喜劇ツアーのゲストとして行ってきま す。ちょっと7月はあちこちへ行ってるので、ぜひタイミングを探してぜひぜひ遊びに来てほしいと思いますね。はい、新潟、よろしくお願いします。横浜、新潟、東京、神戸、大阪、東京といろんなところに行っていきますよ。はい、ね、また今年も新喜劇ツアーということで、沖縄の新喜劇が行われてゲストとして出演できて、ね、とても嬉しい ね。だからいつもね、この新喜劇の時に、うん、去年は12月にこの沖縄新喜劇が台湾で行われた時も、うんうん、私たち歌のゲストとして行ったんですけど、まあ、その時はね、いつもすごいよね、やっぱり芸人さんたちのこの力とか、うん、このなんて言うんですか、このお笑いに対してのこのやり方とかがすごくて、で、うん、やっぱ面白いじゃないですか、うんうん、でなんかだからいろんな方にも会えるし、うん、だから私たちもなんか歌のゲストと、うん、ちょっとお笑い、うん、もう劇に出たいなってちょっと思うまさかの最近出たい、そう出たいんじゃん、いいんじゃない、ギャル生として、なんでギャル生なの、ギャル沖縄の、うん、そういうなんていうの、グレてる子みたいな、学生ストーリーみたいなのもいいんじゃないちょっとあごりさんに話してみようね出させてくださいって言おうか、次私ギャルやりますやらないけど、あ、やらないの、ギャル、なんで考えよう、なんか反抗期とか上手そうじゃない、あ、分からん、
どうですかね。でもなんかそういうのやってみたいんじゃん、なんか面白そうだなと思って。自分の性格とは真逆のね、あ、なんか自分とはちょっとかけ離れてるような人格を演じるってまた面白そうだね。本当に難しいんじゃないかなと思うね。だからね、いろんなことしたいね。ね。でもやっぱこの新喜劇はやっぱ沖縄のね、文化とかを取り入れながらお笑いにしてるので、ちょっと実際見てみるのもとっても楽しみにしてますね。そうね、だからちょっと新喜劇を見に行くついでにでもぜひ遊びに来てほしいなと思いますね。よろしくお願いします。はい、で詳しくは具志堅ファミリーと検索していただいて、ライブ情報が載ってますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして Facebook とか Twitter とかインスタグラムとかやってますので、一番はフェイスブックが更新率高いはずってことで、具志堅ファミリーって検索していただいて、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあそれではここでもう一曲、具志堅ファミリー私たちが歌っている CD の中からこの曲聴いていただきたいと思います。三線の花。タイミングね。お久しぶりです。49分だ。横浜来てね。魚沼ってよ。だから今検索して魚沼って調べたってごめんなさい、本当にやばいね。本当にお母さんからも来てる。聞いてるの？もう言わないでよくない？それずっと言ってるじゃん。言わなくていいよ、仕方ないでしょ。うん、うん、あんたが言うことじゃないです。あー外は暑いよ、こんなに太陽が出ても外に出たくない。あ、こんにちは。来た、あ、暑い、それ暑い暑いですよね。すごい、今日も、あんたの車まで行こう。車運転しろ。よし、運転しろ。運転する？最近ちょっと擦ってしまった。怖い？運転してもいい？怖い。あれ22歳からしか保険聞かないから。大丈夫。No?マジそこら辺は本当に真面目だったの。マジよ、まあ、バカ真面目って言ったら悪いけど本当に真面目だよね。真面目、本当に何かって後悔する。遊び心がない。絶対何かあった時にさ、じゃあでもそれ うちの特徴だよね。なんか失敗とかしてもまあいいよっていうのじゃないんじゃん。なんか一つのことをめっちゃ重大に考えるっていうか、意味わかる？まあ、大事だけど終われないことじゃないですよ。終われることもあるよ。おい、そのは気楽に。その遊び心で亡くなる方もいらっしゃるんですかね。そう、本当に真面目だからさ、子供育てられるかということで、ね、自分に責任が来るの怖いさ。まあね、そういうあれはないから。じゃあ、いや、ただ、サナのあの黒い車では行きたくないってこと。運転してほしいじゃん、今日。一回黒で行こう。いいよ、じゃあ、はい、運転しますよ。優しいお兄ちゃんですね。聞くわ、マジで。うっそー、こんな話したらダメだよ。てか、まだ聞こえてるね。聞こえるでしょ。あんた、開けてない？開けてる、避けていい？なんで？別にちょっと隠す方でもない。こんな会話だよ、いつも。違う、別にいいけど、うん、てか車をここに止めるんじゃなくて、てかさ、ハワイアンのお店行きたいの。時間ないよね。時間ないよね。じゃあだからさ、あっちで沖国に止めようかなと思って。なんで沖国？サンサンマルサンサンマルさん、サンサンマルがいいんじゃない。サンサンマル、うん、どうしてもいいです。アブリルの DVD めっちゃいいよ。
車で見れないよね。見れるよ。見れるんじゃみよ。しゃみよ。ゆいも全部見て、今もうアイブレルも全部読んだとか。だから今ラジオ聞いてた。いい感じで終わる、マジで。すごいなと思って。何歳？アブリル20歳とか17ぐらいで出てたんじゃない？うん。若いよね。あの若さであの勢力、やばっと思って。不甘味。しかもさっきさ、パソコンがおかしくなってからマウスが動かんかったわけ。だから喋れんかった。どうしよう、うん、じゃあこれ言おうとしたっけ、年代のランキング開けんくてから。あ、そうだった。魚沼市って、魚沼市、魚沼、魚沼、春に咲く三振の、てかやば、もう終わる時間じゃん。それかそのまま続けて何か流してエンディングのやつ。あれしかやってないんだよな。何でもいいよ、アコーテとかない？アコーテない。有限大とかでいいじゃん。何でもいい。歯衣とかないの？あるよ。歯衣？あるよ。歯衣でいいの？歯衣はいい。有限大タイプ。歯衣にする。何でもいい。決めなさい。決めてください。そのまま流しよ。さあ、具志堅姉妹のミュージックタイムもお別れの時間となってしまいました。はい、今日もありがとうございますね。また来週もお届けしていきたいと思います。はい、今日もありがとうございました。ちょっとね、いろんな話できたかなと思います。メッセージもたくさんありがとうございます。はい、ギャラリーにはエコザイルさんが来てくれて、はい、外は暑いよって言ってました、ね、なんかクーラー効いて涼しいってコメントしてるけど、いいね。皆さんもぜひ涼みに来たらいいんじゃないですか。いいと思いますよ。はい、ね、涼しいからやっぱり室内はクーラーあるとこに来たよね。はいね。まあでも本当にありがとうございます。で、私たちはこの後屋台村で演奏しに行ってくるので、時間がある方はぜひ遊びに来てください。はい、またね、ツイッター、フェイスブックなど具志堅ファミリーのこと検索していろいろ調べて、はい、ぜひ遊びに来てください。ということで今日は終わりにしたいと思います。はい、最後までありがとうございました。また来週、バイバーイ。では、羽衣の歌、お別れの歌です。バイバーイ。バイバーイ。